はい、ブドウライダーみっちゃんねるの佐藤です。今日俺がやってきたのは仙台の大森の名店組食堂。頼んだメニューはカツカレー。腹が超ペコペコだからこんな大盛りでもいけちゃう気がする。49の秋。ちなみにこの組食堂、ちょっと離れたところに駐車場はあるんだけど、狭いし出入りしにくいし止めにくい三拍子揃った駐車場なので、運転の腕に自信のない人にはおすすめできない駐車場となっております。目の前を通る道路が一方通行なのだが、入り口に角度がついていて、入るときは頭からそのまま入れんだけど、出るとき全身で出ると一通側に一回で曲がれないので切り返さなければならない。俺はその切り返しがめんどいので、前回来たときもバックで出たんだけど、細い路地の一方通行だっつうのにやたらと交通量が多くて、車は来るわ、歩行車とチャリは前後から来るわで、駐車場から出るときはほんと神経使います。そんでもって前回来たとき何を食べたかはもう忘れちゃったんだけど、今日はちょっと腹ペコだったのでがっつりカツカレーを食べたいなと思ったんで、思いついた定食屋が組食堂だったつうわけ。さすがに道場近くの大城はちょっと遠いしね。東大随一のカツカレー好きの俺としてはカツカレーが食いたいなと思ったら、もう意地でも食いたいんでね。意地でも食いたいとは言ったけど、この組食堂にさえ来ればそんなに意地を張らずとも簡単なこと、つまり意地を張らずともイージーなこと、今の程度のジョークでクスッと笑ってくれる人が俺は大好きです。全然面白くねえとかイージー悪なことを言うのはやめてくれよな。何はともあれもうこの時点でお腹いっぱい、胃袋の容量 120% 超えてます。なんでここ来てしまったんだという後悔の念との戦い、そんでもなんとか食べきった佐藤でした。科学忍法火の鳥。